三菱鉛筆株式会社は日本の文房具製造会社である。鉛筆、シャープペンシル、ボールペン、サインペンなどを製造、販売する。三菱鉛筆の三菱マークは三菱財閥より先に商標登録しており、三菱鉛筆は三菱グループ企業ではない。百八十七年に正木仁志六が正木鉛筆製造所を東京市四役。 内藤新宿一にて創業。その後、1918年に横浜市神奈川町に色鉛筆製造元である大和鉛筆が誕生し、両者が合併して正木大和鉛筆とした。1901年に国産初の量産型鉛筆3種類を当時の低身商への納品に成功。これを記念して1903年、三種や創業者の家紋 三輪などを表す意味で赤い三つの菱形を模した三菱をロゴマークとして商標登録した。なお、三菱財閥が商標登録を行ったのは1914年のことである。1952年には正式に社名を三菱鉛筆と変更し現在に至る。1985年にはこれまでに培った開発力やノウハウを生かし、 化粧品事業として株式会社ユニコスモを設立し、ペンタイプの化粧品を開発、販売、OEM を行っている。日本の鉛筆製造元として、トンボ鉛筆と共に知られる大手であるが、2014年時点では、同社売上げの約半数をボールペン製品が占め、ボールペン製造元としてもパイロット、ゼブラと肩を並べる。海外市場では、北米で支持があり、 2010年代には海外売り上げが同社売り上げの4割強を占める。三菱の名称とスリーダイヤは1901年に低身商への極用鉛筆が納品されたことに際して1903年に商標として登録されたものである。これは三菱財閥よりも10年早く登録されている。2019年7月現在、 三菱グループの三菱 UFJ 銀行が19位の大株主である。正木山戸鉛筆の社長を輩出した近藤屋及び三菱鉛筆の現オーナー一族となっている水源家と三菱財閥の岩崎家には間接的婚姻関係があるが、それ以上は発展していない。また、本来の創業一族、正木家は岩崎家との隕石関係もない。 三菱グループの多くの企業と同様に、社名として、三菱を冠した、三菱を名乗るほか、三菱グループと類似する、スリーダイヤを、コーポレートマークとしているため、三菱グループと間違われることがある。戦後の財閥解体では、GHQ ですら、三菱財閥の系列と勘違いし、商標の使用禁止を迫ったのに対し、当時の経営陣が財閥とは関係ない旨を、 再三反論し、GHQ を退けた。その際、商標が非財閥であることを社国で広告し、製品にも明記するという条件が付けられたため、当時の製品や広告には、非財閥、ノン財閥と三菱財閥とは関わりない旨が記載されていた。現在は、ローマ字表記する際、三菱鉛筆では配分を入れて、 三菱とした商品と中にハイフンを入れない商品とが存在している。1958年にロングセラーとなる高級鉛筆ウニを発売する。この名称、ロゴは製品デザインに関わった秋岡雄浦によるものであり、現在では企業全体のブランドマークとしても使われている。語源は英語のユニークにちなむ、ボールペン製品ではウニボールの名称も使われる。 三菱鉛筆の主要製品ウニポピュラー頭部の塗り込みアリユニスター2倍とかこには多くの製図用シャープペンシルを発売したが、カナダドルの普及に伴い現在は撤退しつつある。X には神経のコンマイカが入る。例、M3 から552、M3 から351など。この他にも、新ホルダーなど数々の文具品を製造している。ありがとうございます。